トースクは、アメリカ海軍の潜水艦。天地級潜水艦の一隻。艦名は、タラカの食用魚厚川ダラのカナダ名トースクにちなんで、命名された。本種はアメリカでは、クスク、イギリスでは、タスクと呼ばれ、いずれも、潜水艦名に採用されている。ガリッピングゴースト・オブ・ザ・ジャパニーズ・コーストの愛称で呼ばれた。2013年2月現在、 敵戦を撃沈した最後のアメリカ海軍の潜水艦でもある。厚川だらトースクは1944年6月7日にメイン州キタリーのポーツマス海軍造船所で寄港した。1944年9月6日にアラン・ビー・リード夫人によって命名浸水し、1944年12月16日に艦長バフォードイリューレン中佐の指揮下収益する。 収益後は、ニューハンプシャー州ポーツマス、ロードアイランド州、ニューポート、コネチカット州ニューロンドンの沖合で訓練し、1945年2月11日に、フロリダに向けて出港する。2月16日に、フロリダ州、ポートエバーグレーズに到着、同地で、対潜水艦船研究の支援を行う。2月20日にポートエバーグレーズを出港。 パナマ運河を通過し3月23日にハワイに到着し、修理と訓練期間を終えた。4月15日、トースクは最初の紹介で日本近海に向かった。グアムアプラ港で停泊後、担当海域のキース道に向かい、5月11日に到着、救命任務に当たる。この間、アメリカ軍機からの救助要請はわずかで、救命を行う機会はなかった。 5月11日の真夜中にトースクは本州の北東部に向けて移動し、13日に同海域に到着した。2日にわたってウルフパック、リューレンズ・ルーターズ・ラウェルン、エス・ルターズの両艦との接触を試みた。5月16日にサンドランスを呼び、セロと合流する。部隊は2週間にわたって本州東部で注意深く紹介を行ったものの、 嫌い以外の目標を発見することはできなかった。本州と北海道の間で紹介中の6月2日、東スクは北伊41度27分統計141度41分、北伊41.450度統計141.683度、41.450141.683の地点で、 豊島型とおぼしき小型沿岸機雷付接艦に遭遇し、6本の魚雷を4本と2本に分けて発射したが、小型艦はそれを回避した。トースクは先行して爆雷攻撃に備えたものの小型艦による反撃は行われなかった。6月4日には、北緯39度15分、東計141度57分。 北緯39.250度統計141.950度、39.250、141.950の神戸先沖を紹介中に、敵艦船に遭遇、700トン級輸送船に対して4本の魚雷を発射したものの戦果を上げることはできなかった。翌日トスクはキロにつき、6月11日にミッドウェイ島に寄港した。6月16日、 トースクは63日間の行動を終えて、新珠湾に帰島、修理、及び新型機材の装備を行った。7月17日、トースクは2回目の紹介で日本海に向かった。7月31日から8月2日までは、アプラ港に停泊し、8月10日に、津島海峡の機雷布雪海域を通過して日本海に入った。 8月11日の朝に7名の日本人乗組員を救助して尋問の結果彼らは4日前の8月6日に山口県の各島東大沖で空爆により沈没した輸送船港和丸の生存者であることが分かったその日午後早く東スクは紹介海,海域に到着し翌8月12日朝には 北緯36度15分、統計133度27分、北緯36.250度統計133.450度、36.250 13、36. 133.450の島根県の沖諸島道後島沖で、小型輸送船を発見して、魚雷を2本発射、1本を命中させて、目標を撃沈したと判断された。八月十三日、ースクは、 福井県のあ島沖を紹介し、午前中は多数の漁船を観測した。午後に入り、北緯36度17分統計136度09分、北緯36.283度統計136.150度、13 6. 度3 6 2 8 3十3 6 1 5 0の三国沖で輸送船会豊丸を観測して、魚雷を3本発射、1本が命中して、 これを撃沈した。同じ日の夜には、北緯36度00分統計135度57分、北緯36.000度統計135.950度、13 36.000135.950の若沢に入り口で輸送船と護衛艦を探知し、魚雷を4本発射したが命中せず、 その後75隻の漁船団を追跡しつつ、船団の護衛艦を回避した。8月14日朝、東スクは兵庫県の余部沖で中型輸送船を観測、追跡を始めた。輸送船には第47号解剖艦が随伴していた。2隻は朝鮮半島方面に向けて航行中だった。10時35分。 輸送船と第47号解剖艦は、霞港に接近しつつあり、トースクは新たに装備したマーク28エウドウ魚雷を、解剖艦に向けて発射した。数分後、魚雷は、第47号解剖艦に命中し、爆発、第47号解剖艦は、艦尾が30度の角度で折れ曲がり、北緯35度42分、統計134度36分。 北緯35.700度統計134.600度、35.700、134.600の地点で間もなく沈没した。輸送船は30分後に、霞港に入港し、トースクはこれを撃沈しようと魚雷を2本発射したが、失敗した。おそらくは、トースクの魚雷が、港入り口の暗礁にぶつかったためと考えられた。 第47号解剖艦の沈没により、霞の在京軍人や、警防団、両子らが救助に向かった。正午近く、別の解剖艦が現れた。輸送戦闘第47号解剖艦に合流すべく5時30分に、鳥取県の境港を出港してきた第13号解剖艦であった。第13号解剖艦は、前方海域に浮遊物と漂流者を発見し、 警戒を強めた。トースクは戦闘を継続、魚雷を二度にわたって発射した。解剖艦は潜水艦の存在をすでに察知しており、直ちに回避した。トースクの流連艦長は潜航の準備を命じ、静音での潜航を命じた。緊張した5分間が過ぎ、トースクは400フィートの深度に到達、再び魚雷を装填、三度目の発射を行った。 この時3度にわたって発射したのは、もう一つの新型のマーク27誘導魚雷であった。第1弾の発射後まもなく魚雷は標的に命中、爆発音が観測された。1分後、第2弾の爆発音が観測された。秘密の新型魚雷は、戦闘においてその価値を証明した。第13号解剖官は、第1弾。 第2弾は回避したものの、第3弾の魚雷を完備に受け、12時55分に、北緯35度41分、東計134度35分、北緯35.683度,度、東計134.583度、35.683、134.583の地点で沈没した。トースクは2隻の敵艦を撃沈したことで、称賛されたが、それらの艦は、 第二次世界大戦において魚雷によって沈められた最後の軍艦でもあった。トースクは敵機及び掌海艇によって7時間の先行を強いられることとなった。その後安全が確保されると浮上し、石川県の能登半島沖に向けて航行した。成功した4日間の紹海を終えた8月15日、トースクは終戦の知らせを受け取った。トースクは、 日本海での紹介を継続し、目視及び写真撮影による監視、浮遊嫌いの破壊を行った。8月31日に魚雷の功績と思われるものを観測した。このことは終戦の通知がまだ行き渡ってはいないことを示すものとされた。トースクは9月1日にマリアナ諸島に向けて出港、9月3日に津島海峡を通過した。 9月9日、トースクは50日間の行動を終えて、アプラ港に帰島した。トースクは、翌9月10日、アプラ港を出港し、真珠湾とパナマ運河地帯を経由して10月半ばにニューロンドンに到着した。続く7年間、トースクは、ニューロンドンを拠点として、訓練艦任務に従事し、様々な演習や試験に参加し、しばしば予備役兵の訓練巡行を行った。 1949年6月にトースクは第二潜水船隊に配属され、1950年の夏には地中海へ展開した。その年の秋にニューロンドンに帰還、艦隊演習に参加し、翌年はその活動範囲をカリブ海に広げた。1952年の初めにフリート種のオケル改修を完了し、夏に地中海に展開する。 11月27日に帰還し、ノバスコシア州ハリファックスから、キューバのハバナまでの範囲で、潜水艦勤務予定の水兵の訓練を呼び、機雷布折海域での訓練を行った。1955年には、ノーフォークを拠点とする、第6潜水船体に配属される。そこでの任務には、航空機を呼び、水上艦艇の対潜水艦演習に対する支援も、含まれた。 トースクは頻繁にカリブ海への巡航を行い、1959年6月にはスプリングボード作戦に参加、セントローレンス海路を経由して五大湖に移動、オンタリオ湖及び、ミシガン湖の様々な港を訪問し、8月半ばにノーフォークに帰還した。1960年代初めには地中海に展開し、イギリス連邦国家による合同演習。 ニューブルーム X に参加、その後も大西洋において、対戦訓練の支援を行った。1962年秋のキューバ危機では、キューバの封鎖を支援し、紹介を行った。その後、トースクは1968年3月4日に、予備役となり、ボストン海軍交渉で近代化改修が行われ、続いて、ワシントン海軍交渉での予備役兵訓練任務に、配属された。 トースクは1971年までワシントン DC で作戦活動に従事し、12月15日に除籍された。トースクは1972年9月26日にメリーランド州に引き渡され、ボルチモアのインナー港で博物館船として公開を開始し、ボルチモア博物館船群の一部を形成している。トースクは 第二次世界大戦の先行で2個の従軍聖章をキューバ危機の功績で海軍主勲章を受賞した。トースクはその経歴において11,384回の潜水を記録した。トースクはフリートシュノーケル回収でオリジナルのシュノーケルを持つ唯一の潜水艦でもある。トースクの次に実弾を発射したアメリカ海軍潜水艦は 1991年の湾岸戦争でトマホーク巡航ミサイルを発射したピッツバーグとルイビルである。マーク28エウドウ魚雷はマーク18電池魚雷に超音追尾装置を取り付けた魚雷で最大速力は19.6ノット。気候面での欠陥がなかなか解消されず終戦間際に少数が使われただけだった。 トースクのこの攻撃を含め、16本が発射されて5本が命中したとされる。秘密兵器の一つであり、使用して攻撃した、際の攻撃報告は、通常のものとは別に行われていたマーク27誘導魚雷は、マーク24対戦魚雷をベースにした魚雷で、最大速度は12ノットにも達した。雷速の遅さから、完備発射艦にしか装備できなかったが、 新進度からでも発射できる利点があった。トースクのこの攻撃を含め、106本が発射されて33本が命中、うち24本が致命的な損害を与えたとされた。マーク28誘導魚雷と同じく秘密兵器であり、報告は別紙で行われているが、SS-423USS トースクに関してはこの別紙が欠けている。 冒頭に記したように、トースクは敵戦を撃沈した最後のアメリカ海軍の潜水艦であるが、これは海軍艦艇と一般商船の双方を含む。ただし、海防艦撃沈に関しては秘密兵器使用のためか、当初は認定されず、この紹介で認定された戦果は輸送船に対するもののみに限定された。ありがとうございます。